はい。えー、全国1億6千万人の麻生財務大臣ファンの皆様、こんばんは。即可塾の久保です。なんかね、麻生財務大臣が3000日の財務期間を、まあ、更新したらしいんですよ。要するに、あの、歴代の財務大臣の中で、うん、その人気が、人気の長さでトップ4ぐらいになったみたいですね。うん、これ、戦前戦後回してならしいんですけども、まあ、私に言わせればですね、無能財務大臣 <laughs>。3000日。 よくぞ日本をここまで貶めてくれたって感じですよね。で、日本の財政をめっちゃくちゃにして、国民の暮らしをズタボロにして、自分の預金だけはね、自分の資産だけは6億円以上あるというね、悠々自適ぶりなんですけども、さらに、この財務大臣という職を続けるそうなんですよ。まあ、ご本人に言わせればね、えー、こんなに長くやるつもりはなかったとか言ってましたけど、別に誰も頼んでないから早くやめてください。今日やめてください。今日ね。またなんか、長期財位狙ってるんじゃないですか。3000日とかね。 えー、一体い,いくつまでやるつもりなんだって感じですよ。もうすでにね、引退して、隠居生活入ってくださいよ。私ですら隠居してるわけですから。頼むっすよ。で、麻生財務大臣の実績といえば、まずは自分の預金が6億5千万ぐらいね。 え、おめでとうございます。もうね、うなじゅう10万20万食ったってへっちゃらですよ。うん、で、政府の借金は、ああ、麻生財務大臣が、やり続けることによって、この3000日で2割増しになってしまいましたということでございますね。まあこれは財政出動なんで、はっきり言って問題ないと思いますけども、麻生財務大臣が言うには、国の借金というね。 国に2割借金させたってことでちょっと恥ずかしいと思っていただきたいんですけども、私から見ると別に、ね、これは恥ずかしがらうことではなくて、財政出動をしてくれたわけですから別にいいんじゃないかなと思いますけども、ただね、この財政出動と GNP が、GDP が見合ってないわけですよ。つまり国民の暮らしは全く楽になってないと。ね、国民の暮らしはズタボロで、お金をどんどんどん,どん流しても、それは富裕層に行くだけなんで、富裕層って別に物を買わないんですよ。 うん。金融商品を買うだけなんで、バーチャルなところにお金をどんどん流してお金を稼いでるだけなんで、実際に、じゃあ、服をたくさん買ったりとか、食べ物をたくさん食べたりとか、旅行バンバンしたりとかって限界があるわけですよね。だから、富裕層にこれ以上お金あげても、預金残高が増えるだけ。まさに、麻生財務大臣に1000円あげても、6億5000万円の貯金にね、6億5000万円プラス1000円になるだけなんですよ。別に欲しいもんもないでしょ。<laughs> ね、麻生財務大臣ね。<laughs> で、 えー、この間麻生財務大臣があ財務大臣として君臨してる間に、まあ、若者の自殺者はどんどん増えていって生活保護の受給者は過去最大になり、まあ、暮らしの苦しい国民に借金を勧めるトンカチ、えー、財務大臣というねこんな人がよくね財務大臣を恥ずかしくもなくやってるなと思うんですよまだまだありますよ消費税は無駄に10%まで値上げ国民は値を上げるって感じですよシャレじゃなくてねでやればやるほど日本は貧乏になって他国からですね お国家ナンバーワンになるんですよ日本っていう国を変われちゃいますよこのままだったらね GDP500 兆円超えないわけですから全然増えてないんですよで、えー、海外からね買い物に来た人をインバウンド成功だって言いますけどもはっきり言ってインバウンドの景気なんて4兆とか5兆ですからね全然ねちっちゃいわけですよ 全体のね、その3%、4%ぐらいしかないわけですから。こんなもんありがたがってね、4000万人を招くんだとか言っても、あんまり意味がないんですよ。もちろん他の国から日本に来てやるのは別にいいんですけどもね。ただ、外国から来た人が日本の商品を買うのはなんでかっていうと、すでに日本の商品は世界で一番お買い得の二足三文の買い叩き国家なんですよ。ね。だってデフレが進んでるわけですから。 世の中インフレですからね。日本だけがデフレなんで、スタグフレーションって最もなってはいけないような状態になってます。だから日本人が海外に行ってお金使おうと思ったら、ものすごくね、窮屈なんですよ。ね。というふうな実績を作ってくださった3000日。まさに裸の王様、麻生財務大臣ですよね。まだまだありますよ。森友学園問題ではね、部下をパワハラで死に至らしめて、しかも、ファイルの隠蔽をしていると。 財務省を挙げて真相を究明するとか言って未だに分かってないわけですよね。で、ファイル出せって言ったら、その損費すら、あるかないかすら、明かさないというね、この、トンチンガンブリですよ。まさに麻生さんは、子供とか孫の世代にツけを残しまくってるわけなんですよね。それから、こういう人が財務大臣を3000人しもやってしまったということも、我々日本人の世界への、そして未来への大恥です。もっと言ったらね、あの、ご先祖様に申し訳がないですよ。 こんなことしてしまったら。麻生財務大臣が財務大臣でいたおかげで、日本はぶち壊れてもう二度と取り戻しがつかなくなってきたということでございます。絶望国家でございます。麻生財務大臣はね、一人で預金が6億五千万になったんで、よかったよかったですよ。ね。よかったよかったの、裏では日本をもうね、二足三門で叩き打った、その総大将が麻生財務大臣と言ってもいいんじゃないかなと思います。もう一体ね、こんなに長くやるつもりはなかったって、本当にね、一日も早くやめてほしいし、今日やめてください、今日。ね。 うん。あんまり言いたくないことですけども、麻生財務大臣が健康でね、その職員にいることを喜ぶ方はいないと思います。ぜひね、ちょっとね、そろそろ腰も悪くなってくるかもしれないし、肩も悪くなってくるかもしれないんで、えー、引退してね、良さをゆっくりと過ごしてほしいと思います。これ以上働いても、6億5千万にどん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 ね、え、議員歳費が積み重なって7億に近づくだけなんですよ。もういいんじゃないですかね。 だってもう散々日本人を苦しめて、日本人を散々死に追いやったと思いますよ。もうこれ以上はもういいでしょ。戦争でもないのにこの国をここまでね、大荒れにさしといて。で、全てコロナのせいにできるわけじゃないですか、今。すべてはコロナのせいですっていうね。で、もう緊縮財政論。 これからも貫いていって、プライメリーバンスの苦しかとか言ってからね、全く意味がないって分かってるのに、財務省の言いなりになって、財務省の期限ばっかり忖度してですね、財務省が気に入るようにやった結果、3000日在位してるわけですよ。はっきり言って私は3000日やってほしいのと思わないですし、それこそね、もう1日でもね、やめてほしいかったわけですよ。で、麻生財務大臣がこれからやろうことしてること、2021年から2025年まで、100兆円の、あれでしょうんな借金を、 あの、<laughs> 政府の借金を何とかしようと思ってるわけでしょ少なくともプライマリーバランスの黒字化なんで、税収が50兆だったら50兆しか使いませんよ、みたいなことするんでしょめちゃくちゃ嫌だな。<laughs> それこそ。ねそんなトンチンカンな運営とかね、えー、そこまで無茶をしなくちゃいけないようになったのは誰のせいなんだってことなんですよ。麻生財務大臣が財務を取り仕切ってる限り、この日本にですね、豊かさっていうのは二度と戻ってこないですよ。 それこそ、戦後の焼き野原の方がまだね、夢と希望があっただけマシですよ。今はですね、麻生財務大臣がそこにいる限り、お金もないし、夢もないし、希望もないし、もう何にもないですよ。単なる国民の分断が発生するだけでございます。もしかしたらね、怖いことになるんじゃないかなと思いますよ。皆さんはどういうふうにお感じでしょうか麻生財務大臣、早く財務大臣やめて、麻生太郎おじいちゃんになってくださいよ。 そしたらね、私はね、個人的に責めることは全くないんですよ。まさに私はね、財務大臣という権力に対しては噛みつきますけども、麻生太郎さん個人に対しては全く、う思うところがありません。ですからね、いいおじいちゃんとして、これからね、あの、若い世代に、いろいろと学びを教えてあげてくださいよ。んで、麻生財務大臣はね、もうね、過去の人ということで、大失敗を取り戻すこともなく、去っていくということですよね。まあ、無理してね、あの、仕事を続けることはないです。 うん。麻生財務大臣には、麻生太郎という人生が待ってるわけですからあ。ぜひね、私たち国民のために、そして麻生財務大臣があと一日長く財務大臣やると、死者がまた増えるような気がして怖いんですよね。えー、ちょっと、本当ね、麻生財務大臣のことでね、悪く言い過ぎてるかもしれませんけども、まさに、権力者、財務大臣に対しては、私はそういう気持ちなんですけども、麻生太郎さんに関しましては、特に悪意を向けることはありませんので、その辺ね、えー、お理解いただいて、 退陣して麻生太郎さんに戻っていただきたいなと思いますそれでは本日は以上です